ん、こんにちは。にゃひーやー、水白アクアです。ゼロ実況動画プレイその26、ご視聴いただきありがとうございます。26で合ってる？ちょっと待って、チェック。合ってた。ということで、ぐったぐだなスタートですが、本日も始めていきたいと思います。本日は、北条蓮さんのパートですね。よろしくお願いします。一応10個と5個と鏡石は2つに、90式が30枚、61式も30枚。これでいきたいと思います。マガツヒ。読めるかな？マガツヒ。マガツヒ。絶対出てくると思うんで、ちょっと書きます。はい、もうメモ帳がいっぱいだ。ルイ、ミユ、ミク、ヒソカ、そしてユーリ。ヒカミヤマから助け出された者たちは、再び深い眠りに落ちていた。眠り続けるユーリたちを見守るため、レンは一人監視カメラに向かう。今、山に起きている真実を調べなくてはならない。迎えが来る前に。レンさんもレンさんで大変だな。一人だけちょっとはぶられてる感じもするし、ちょっと寂しいし、やることいっぱいだし、真っ赤だし、夕日にしては赤くない？どうしたどうした？まだ真夜中のはずだ。真っ赤なんですけど。いいね姿。あ、かわいい。ルイくんが三角座り以外で寝てる。すやー。行くぞ、お馬。あ、これあれか。上から来るぞ、気をつけろって教えてくれてる感じ。待って、もう家まで来てるじゃないですか、あの方。この夕日は、以前の山なりのように、ヒカミヤマの異常、異変なのかもしれない。また何かが迎えに来ているのか。監視カメラで見張っておかなければ。お、すげえ！素早いターン。何？カンカン。待って、時計が一斉になりだすとかやめて。来てる、来てる。来たな。来たわ。でもこの人いつもの人だわ、先生。よかった。最初は簡単なところから行きましょう。待って、右と左もいるから早く来て。よし。後ろにもいるかな。ちょ、ほら、カズのリンチをするな。タイマン勝負しよう、タイマン勝負。バトルしようぜ。吠える、跳ねる、空を飛ぶ。3人いるし、まだ生きてるし。なになに、なにさ、ちょっと待って、3人どころじゃなくないか。この悲鳴は。ちょ、あっちから、こっちから、どっちから、そっちから。こいつまたピカピカしてる。よいしょ。なんか共鳴してる時。来るなら来て、早く。女、ちょっと気安く触んじゃないわよ。いざ、どい。何この足元の、うわ近っ。どこ、うわ。女子高生先生。おおお、
多分兄ちゃんが次攻撃ターンなんで。ほら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 、女子高生と一緒に映るよ。はいチーズー。めっちゃ吹っ飛んだね。あー一人終わった。触っといて、こんな時でも500円拾うのは忘れない。庶民的。よし、うわっ、お顔怖っ。よし、これはいかないじゃん。うめえ、うまい。あともうちょっとです。えっ、よし、誰誰誰、さまよう女。あの部屋にはひなさき親子が眠っている。助けに行かなくては。え、一人放置。女の人まだ残ってたけど、いいの？あ、もしかしてこれ時間経過？はあ、最初からクライマ、助けに行った方がいいのか、この人退治した方がいいのか、どっちだと思いますか？とりあえず退治しましょう。そうしましょう。はい、お疲れ様でした。ちょっと今回はタッチするの溶けて嫌です。先生はね、ルイ君を探してるんだから。ルイ君と、ルイ君を助けるために先生は頑張ってんだから。で、階段登ったとこなんで、ここですね。正義のヒーロー、アンパンマンが助けに参りました。冥婚、幽婚と関連して各地に伝わる話に死者の子供の話がある。これらは、忌み子、読み子などと呼ばれ、人々に恐れられている。読み子、ある時里に住んでいた娘と恋仲だった男が山で行方知れずとなった。娘は毎日のように山のお社に通い、男が戻るように願をかけたが、何年待っても男が戻ることはなかった。10年が過ぎた頃、娘は正気をなくし、いないはずの男に話しかけ暮らすようになっていた。ある日、里の者が娘が身ごもっていることに気づいた。娘に聞くと、行方知れずの男との間にできた子だという。別の男の子かと、別の男の子かと噂する里の者をよそに、娘は一人出産した。生まれた子は行方知れずの男と同じ髪、同じ目の女の子だったという。男は迷い込んだ偉人であり、里の者に10年前に殺されていた。娘が言葉を覚えた頃、娘は里の者にこう言った。なぜ父を殺したと。怖っ。どうやら二人は無事のようだ。うなされてはいるが、異常は見当たらない。部屋に入っていった霊は見当たらない。ちょっと待って、よくないこれ。素足と黒ソックス、よくない？どこ見とんねん。お顔映さないあたりは。近いんですけど、近いんですけど。何何何、レンさんに抱きつきたい気持ちはわかるよ。うん、私も機会があるならレンさんにちょっと抱きついてみたいよ。でもね、うん、どこかを、これだ、近すぎて、近すぎて。よし、うん、あった。もうこの勝つタイミングがわからん。それで、あのね、私がね、すごいね、興奮するとね、鼻水が出るんですよ。ね、皆さん、興奮すると鼻水出ない？大きい声出すと鼻水出るんですよ。それを噛むのが大変。あの、なんか、変な感じで黙ったら、あ、鼻すすってるんだなって思ってください。今日はなんか鼻水が出る日です。何回鼻水っつんだよ。ルイは静かに寝息を立てている。何か本を抱えている。
山の伝承について調べていたのだろうか。何かの手がかりになるかもしれない。ルイ君お腹タッチするよ。失礼します。ルイが眠る前に読んでいたのだろうか。氷上山からは昔から古くから水を御神体として祀ってきた。山頂の彼岸湖から流れ落ちる大量の水は川となり滝となり山全体を包む霧となる。人々は循環する水を信仰し、水は魂の源、魂の帰る場所としてきたのだ。そして水や湿度に包まれたこの風土の中で、全ての存在が水でつながっているという信仰への発展、信仰へと発展していったのだろう。人々は自然を恐れ、敬い、共に暮らしている。それこそがこの国の人々の根を表すものではないだろうか。うなされているが、ルイは大丈夫のようだ。先生、いつの間にかなんか髪から水滴ってる。いつの間にびしゃびしゃになったんすかね。氷上山。うん。この山には水を御神体として祀る風習があった。水は魂の源であり、まだ魂を帰る場所でもある。多分ね、ユーリさんの部屋のカメラがビリ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 ってなってるかもしれない。多分この次がユーリさんの部屋ですね。はい、ユーリさんの部屋ですね。行ってみましょう。先生のパートあれだね、この監視カメラ界多いね。そして先生、拭いたら？タオル乾かす？すんごいよ。ちょっとエンコードの都合で皆さんにご覧いただけるかちょっとわからないんですけど、めちゃくちゃ滴ってます。水が白い粒々が落ちてるの見えるかな。ユーリの日記のようだ。何か手がかりが書かれていないだろうか。許さないという言葉で私の意識は戻った。踏みにじるような一方的な強い言葉、強い言葉だから理不尽だったから心が動いたのかもしれない。でも本当に残ると決めたのは小さなことだった。ひそかさんが好きな言葉、人生は時にはコーヒー一杯の温かさの問題。どこにでもあるような小さなことだけれど、私は小さなことにずっと気づかなかった。人生は時にはコーヒー一杯の温かさの問題。すごい言葉ですね、ひそかさん。コーヒーの赤い光がユーリを照らしているが、目覚めるよう気配はない。特に異常は見当たらない。ベッドの下に何か落ちている。ユーリが読んでいた本だろうか。敵出てきそうなんですが、敵と目が合いそうなんですが、ね？ね？あ、これ交通事故の人だ。あと1回フェイタル決めたいです。わあ、ブリッジブリッジブリッジしてはるよ。わあ、ふ排臭がすごい。すごいすごいすごい、なんかモンスターハンターのあれみたい。バサルモスじゃなくてなんだっけ、近づいたら HP 減る人。来て来て、ユーリさんの方に行かないで、こっち向いて。うわー、すごい画面が。足だけ足だけ、何してんだよ。あなたの、おいでおいでおいで、来ておいで。あ、勝った。すごいとこ触るね先生。際どいよ今の。今の角度は際どかったよ。男同士だから大丈夫か。氷上山で行われていた水に対する信仰は、この国の自然への考え、そして死生観に深く根ざしたものだった。右うるさい。水から生まれた魂を水へと返す。
自然から授かった魂を返すために人々は自らの意志で山へと集っていった。正しく死ぬためにこの山の水に触れ、その中で死ぬことは正しいと信じられていたのだ。そこには死ぬことさえも含めた自然への強い憧憬が感じられる。他の部屋の様子が心配だ。監視カメラに戻ろう。監視カメラに戻ろうって監視部屋に戻ろうでよくない？監視カメラに戻ろうって先生が監視カメラみたいだよ。まあある意味先生監視カメラか。監視カメラを見る作業に戻ろうとかさ、すごい変なとこ省略するから面白いことになってたよ。はい、監視カメラに戻りました。先生、ルイ君いる？逐一確認していい？うん、安らかに眠っておられる。今日も白いストッキングじゃなくてソックスを履いて。人々はそのために氷上山へと集い、命を水へと返した。それはつまり自ら死ぬということ。氷上山は昔から自殺の名所だった。自ら生まれた魂を水へと返す。先生もう6この山の水に触れて死を迎えること、輪廻することとして正しい死に方であるとされている。先生、多分次廊下だわ。この次ぐらいかな。あー、はいです。2階の廊下か1階の廊下かわかんないんです。ふゆみさん、避けて先生。怖っ。ちょっと待った、びっくりした。いきなりふゆみさんはやめてよ。びっくりするわ。もうびっくりしすぎて唾が今日の実況汚いな。鼻水だったり。え、フェイタルは？フェイタルは？ふゆみさん、怖い。周りのやつがやばい。あ、待って。それはいけない。よいしょ。ちょっと61式にします。あ、いける。ちょっと待って、ふゆひさんじゃないかも。この人、ふゆひさんに似た人だ。ふゆひさんじゃないです。を殺した人だわ。冬日さんを殺した方です、今の方。ああ、今のが多分廊下がざわついてたやつだと思うので。歌が聞こえる。もう怖いよ。次どこ？何パート前かにずっと私が言ってた、もう二度と戦いたくないって言ってたあの人です。無理です。どうしよう。え、もうなんか一気に体の震えが止まらなくなった。どうしよう。
しょ、ちょっと待って、救助式で行きます。やだ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 、え、どこのカメラだった、こっちか、やだ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 、本当にやだ本当にやだ本当にやだ、ちょっと皆さんごめんなさい、叫んだら本当にすいません、あの人本当にダメなんです、本当にダメなんです。え、ここじゃなかった、どこだよ、急に出てくんなよマジで。ああ、ひそかさんの部屋のラジオ、もうそのラジオの音も、あ、いない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 、いなくない、いなくなくなくない、いなく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 ない、何のアイテムだよ、鏡石、ふっとにゃ、深呼吸して、もしかしてお風呂場、違う、戦わなくて済む、戦わなくて済む、カメラに映っただけ、そうだと言ってよ、お願い、よし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 、一瞬してきた、もうね、さっきから歌が聞こえるんですよ、桜の花もの歌が聞こえるんですけど、え、どうしよう、私の幻聴だったら、聞こえてるよね、てかどっかに、ってことは遥さんがいるんですよ、遥さんか冬日さんか、どこ、もう嫌や、待って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 、あっ、61式で行きます、うん、3体、ああ、2人か、よかった、よくないけど、この人1回フェイタル決めれると結構、いやもう制作者さん絶対分かってたもん、あのやり方、え、あー、よいしょ、強えな、 あと1回です、あー間に合わなかった、触って触って、もうやめてお願い、ちょっと休憩、ちょっと休憩、ルイの手帳だ、癒しをありがとうルイくん、これで本当に終わりかもしれない、体がどんどん冷えて、血が透明になって水のようになる。体中の水が低い山なりと共鳴している。動けなくなっていく。先生だけでも逃げてほしいと思ったけど、もう先生は逃げられない。まれびとになってしまった。選ばなくてはならない。選ぶということは、選ばなかった方を捨てることだ。先生にはそんなことはできないかもしれない。でも、もう手遅れ。誰かを選ばなくてはならない、誰かと共に終わらなくてはならない、
ルイは目覚めない。心配だが、この部屋にいれば異常に気づけるはずだ。今はみんなの様子を監視しなくては。あと一回なんか変なの映ったら、一回休憩しよう。榊さん、待って、もういや、ほんまに嫌や、もう点数とかどうでもいい、いらん。榊さん。お顔がすごいよ。このピンクの嫌なんですけど。よし。あと半分ないです。待って、タンス越しのロックオンがやばい。よし、よし。違う。あ、よかった。曲がり方がやばい。カウンターはきれいに掃除されている。どこがポワーンって言ってる？あ、もしかしてこれか。あ、そうですね、ちょっと待ってくださいね。山の各所から見つかる黒い箱には、人々の死生観と自然への恐れが詰められていた。その中にあるのは人柱である。人々は自然を恐れ、死を恐れるために。恐れじゃないかな、すいません、間違ってたら何回も間違ってます、すいません。箱に巫女を封じ、水の源へと沈めた。黒き沢を沈めるために。黒き沢は隔離を、つまり死後の世界との境界とされている。つまり生命の源である水の底に死後の世界があると考えられていた。その沢から溢れる黒き水、黄泉は黄泉そのものであり、常に溢れて正常な水と混ざり合う危険を含んでいる。生と死の境界は曖昧で、巫女はその境界を守る存在だった。今私堺って呼んだ。この山の巫女たちは、山へ入った人々を見とるとき、その記憶を引き受けるという。他の地方にある口寄せ巫女に近いものだと思われるが、氷上山の巫女は死にゆく者の記憶を引き受けていたのだろうか。死にゆく人、死に憧れる人々の記憶を引き受ける、それは死を分かち合うことだ。氷上山の巫女たちは人々の死を見取り、引き受け、秘密を抱いて箱へと封じられる。巫女は御神体である水の一部であり、人とつながることもできた。巫女は
人と死を媒介する水によって。氷上山の巫女は言い伝え通り死を司るが、それは人々の生を支えるためのものだった。歌がずっと聞こえるよ。もうあの人も出てこないでお願い。背の高い女の人だけは本当にやめて。それ以外なら戦うから。はい、ということで本日はここら辺までです。次回もよければよろしくお願いします。お疲れ様でした。